文字に住む森山博さんは、おじいさんが残した一冊の書き付けにまつわるエピソードをこう語っています。でその時にね、長屋かしは私にこう言われました。森山さん、これはね、あなたのものです。これはね、あなたのものであってあなたのものではありません。これはカトリックのね、カトリック、日本のカトリック史上貴重な資料です。この書き付けは森山さんの祖父森山仁三郎が津和野で受けた厳しいキリシタン迫害の体験を書き留めたものでした。永井隆博士はこの貴重な資料をもとに、この乙女峠という本を書き、100年余り前に起こった津和野でのキリシタン迫害と、それに耐えて信仰を守り通した人たちの勇気を広く世界に知らせたのです。森山さんのおじいさんが残した覚書は、永井博士の言葉通りに世界中のキリスト者の宝となりました。キリシタン迫害の舞台となった島根県津和野は、山陰の小京都と呼ばれる美しい町です。また文豪森鴎外が生まれ育った町としても有名で、毎年たくさんの観光客が訪れます。とりわけ多くの人が集まるのが5月3日。この日には乙女峠での殉教を記念して大きなお祭りが行われるのです。祭りの行列は町の中央にある教会から出発して乙女峠へと向かいます。行列の中に今年も森山博さんの姿が見えます。かつてキリシタンの人たちが攻めくを受け、34人の尊い命が失われた場所で、今キリスト者は自由に集い祈ります。今人々が集まっているこの場所は、かつて拷問に使われた池があったところです。1858年、200年余り続いた鎖国をやめ、日本は世界に門戸を開きました。長崎にも外国人が住むようになり、1865年、慶応元年2月19日には、南山手に大浦天主堂が完成しました。まだキリスト教は禁止されたままでしたが、外国人のための教会堂は建設が認められたのです。その大浦の主任司祭がフランス人宣教師プチジャン神父でした。プチジャン神父様は、私は必ずおると思います、必ずどこかに信者がおると思いますから、希望を捨てずに村上を回って必ず私は探し出してみせますと、そうプチジャン神父様は言うておられました。またもう一人のローカニオ神父様は、もうとてもおりません、もう200年の間ね、神父様もおらず、誰も教える人おらんのにね、もうとても日本人は信者は一人もおらんでしょうって言う。だプチジャン神父様は、いや確かにおるかもわからん、ぜひともそれを探してみるというですね。そのプチジャン神父様のやっぱ信念が通ったのか、それから大浦天主堂の落成からですね、3月17日に信徒が発見された、これが有名な日本カトリック信者発見の有名な、それがエピソードになっております。それが5年や10年ならいいですけれども、250年の間ですよ、
一人の神父もいない、一人の教える人もいないのにね、よくそれをね、親から子、子から孫、その信仰を失わんでね、伝えてきたもんですよ。それはですね、この団結の力だそうです。この組織の力、これも固い組織を作ったでしょ。だから組織の力でね、それがずっとこう伝えていったらしいんですね。長方、水方ですか、洗礼を受ける者ね、長方、暦を持ってですね、そして復活祭とか、それからね、クリスマスとかみんな知らしてね、お祈りしようと、そういうふうな組織をきちんと固めてあったからよかったんです、村上はね。それで表面は仏教信者でね、でそれがもうその大浦天主堂ができて、そしてもう信仰の 国会をしたもんだから、もう今度は気が強くなってそれでそれもう私はキリストンです、もう仏教のね葬式はしませんっていうふうになったんで、それで分かったんですよね、村上に。その昔の隠れキリシタンがおるということが分かった。そしたら今度は外目にもおる、後藤にもおる、とあっちもこっちもおるんですよね、その子孫がね。それが分かってきたわけなんですよ。長い迫害に耐えてきた信徒たちは、宣教師が来たことが本当に嬉しかったのです。まだキリスト教は禁止されていましたが、ついに浦上の信者は信仰を公然と行うまでになりました。これが奉行に知られ、浦上のキリシタンおよそ100人が逮捕されます。これが有名な浦上四番崩れの始まりです。1867年7月15日のことでした。翌1868年4月、江戸幕府が倒れ、時代は明治へと変わりますが、キリスト教は禁止されたままでした。そればかりではありません。外国政府の説得にもかかわらず、キリシタンを日本各地に送り、力ずくで教えを捨てさせることに決めたのです。新たに捕らえられたものを加え、合計3380人が日本各地19カ所に送られました。中でも特に信仰の厚かった153人は津和野に送られました。明治元年5月21日、まず高木千右衛門や森山さんの祖父森山仁三郎ら28人が送られました。その最初はですね、神主さんを呼んできたり、ね、門さんを呼んできたりして、順々と言うて聞かせよったらしいんです。で その間はね、とても待遇が良かったって。畳の上にちゃんとね、ほいで食事もね、ちゃんと朝昼晩ご飯が出てね、よかったらしいんですよ。ところがどうして一番信仰の強いものばっかり言っとるでしょ。信仰で帰るもんですか。だからそうすると今度は自分の顔が出たんでしょ、亀甲の。だから早く解決せねえけんというので、だんだん拷問になってきたんです。だからここが一番ひどかった。私はね、おじい池に放り込まれた時はきつかったろうな言いましたらね、それはもちろんね、この下の凍っていますから、だからそれはもう全然感覚はなくなってね、もうダメやったけど、一番きつかったのは引き上げられてね、引き上げられて、そしてもう焚き火でね、体をこうぬくめたんですよ、役人がね、手と足と持って魚を炙るようにこうやって焚き火を燃やして、その時にね、凍ったこの体がね、溶けるでしょ。その溶けていく時の苦しみがもうとてもたまらなかった。それがもう一番きつかった。この三尺楼に最初に入れられたのが安太郎ですね。そしてその安太郎が入れられたのを高木千右衛門さん、森山仁三郎がこう変わる変わる見舞いによる、そっと牢屋を抜けて、それでお見舞いに行っておったのです。で仁三郎が書いてあるのを見ますと、仁三郎がこの安太郎に、本当にあなたはこの中にたった一人ぼっち入って苦しいでしょう言いますと、いいえ、一つも苦しいことはありません、夜になるときれいなきれいなマリア様のような女の人が現れて、いろいろ
私に慰めの話をしてくださいますから、一つも寂しいことはありません。しかしこのことは決して人には言うてくださいませな。私が生きておる限りは人には黙っといてください、そう神三郎に言うておったそうです。この三社頃しゃがまないと入れないんです。そしてもちろん中ではもう大小便も中でする。そのお仏の中に3日も4日も1週長い時は1週間も10日も入っておって、もう転ぶと言いさえすればすぐ出してくれるんですけれども、それを全然言わない。そしてついに八十郎さんは殉教なさったのです。犠牲者の中には神三郎の末の弟裕次郎もいました。裕次郎は数えで15歳、神三郎の弟だと分かると役人たちはなかなか教えを捨てない神三郎への腹いせもあって、見せしめのために徹底的に痛めつけました。裕次郎がね、あんしゃんね、もう自分もね、もうたまらんじゃったって、だからもう転ぼうか、改心ですよ、もう転ぼうか転ぼうかと、やっぱもうそういう気持ちが起こったって、起こった時にね、ほっとこう目の前にね、屋根のところにね、小スズメが2、3羽口を出してチャ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 こう言うよ。そしたらどっからか親スズメがチャー飛んできて餌をくわえてきて、でその小スズメのくちばしにチャーとその口に餌を突っ込んでね、スーッとまた帰っていく。それをじーっと見とってね、とその思ったて、ああいう鳥でさえも親は子供をね、あんなに可愛がってくださるって、まして自分はね、自分を作ってくださった神様がね、自分を見捨てることはない、自分が必ずマリア様がね、あんなに可愛がってくださるんだろうと、そう思ったらもう急に勇気が湧いてきた。だからもう大丈夫だったって、そういう話をねしたそうです。厳しい攻めくとひもじさに、こうして156人のうち32人が殉教しました。その一方で82人までが転んでいます。ほとんどは自分の子供や家族のために思わず信仰を捨てると言ってしまったのです。ですから踏み絵を踏んだことを後悔し、いつまでも耐えている42人の仲間を助けて食べ物を差し入れたといいます。やがて1871年明治4年、諸外国の勧告によって明治政府はまず捕らえられていたキリシタンへの待遇を改め、そして1873年明治6年の2月、キリシタンを禁じた絞殺が取り払われました。さらに翌5月9日、乙女峠のキリシタンたちは津和野を出発してふるさとの浦上に帰ることになりました。それは6年に及ぶ長く苦しい旅の終わりでした。この人たちの強い信仰は今も長崎に、そして日本の教会に生き続けているのです。1890年明治23年にはフランス人宣教師ビリオン神父が津和野で宣教を始め、合わせて乙女峠の殉教者の調査を始めました。やがて殉教者を記念してこの石碑が建てられます。かつて迫害者の一人だった森岡幸男は後に秋田で洗礼を受け伝道師になっていました。1918年大正7年、二人はこの乙女峠で再会します。かつての許しを願う森岡に森山神三郎は涙を流しながら許しを与えました。やがてこの地に記念堂が建てられます。1951年、昭和26年のことです。その翌年5月3日、最初の乙女峠祭りが行われました。この祭りはそれ以来毎年行われ、人々の出会いの場、許しの場となっています。毎年うちら来ますね。ここで
今やっと集まってみんなお食事なんですけどね。娘用事の出勤、あい、出勤買ったらね、もう大概毎年。いろいろな人とあんたそれこそ巡り会ってから、あの楽しいでしょ。はい。ここに来たらあんた心がすごい愛してから、あんた罪の許しも受けられるかと思って、いつもここにやってきます。本当のこと。出会いの場ですね。一昨年4000人以上集まった。一番たくさん集まった。広島教区ではもう一番大きな集まりです。どの行事しても1500人か2000人ですけども、これ4000人、3000人、4000人というのはここだけですね。しかも広島教区だけじゃなくて、あちこち全国的に大体集まっていらっしゃいますね。ちょうど連休になりますのでね。この頃みんな文通するときに、乙女峠で会いましょうっていう言葉が出会よくやってるようです、あちこちね。そしてここでいろんな人の出会いができます。そして私を知った人たちをみんなここに合わせて来てくださいますね。だから私時間あっても足りない、挨拶してもあるのにね。ですからそういう人と人との出会いの場で、町の人、町長さんも必ず出ます。町の皆さんも歓迎してますね。もちろんカトリックじゃないですけど、でみんなすぐ帰りません。終わってからみんな長く留まって会ったり話したり、いろんなところを探索したりして、それから帰るようですね。だから本当に出会いの場と思いますね。面白いですね。日本人にとっては宣教っていうのはまずそういう祭りを通してしかなかなか入っていきません、理論的なの。だから日本には祭りがもうあっちもこっちもたくさんありますね。だからそれやっぱりカトリックも大切にしなきゃいけないと思いますよね。そういう国民性からそういうのを通して私たちも永遠的な神へ一致するということですね。まあ、たまにね集まるからこうして、で日本の教会っていうのはそんなに信者たくさんいないから、ここ来れば信者もたくさんいるなという気持ちになれますし、今年で2回目なんですけれどもですね、もう改めてやっぱり永井隆の乙女峠の本を読んで、森山仁三郎とか高木千門さん、そして亡くなられた安太郎さん、彼らはそういう世界情勢とか全然分からずに、ただ本当に信仰を守られたんですけども、彼らがその信仰を守ったことが本当に日本に信仰の自由をもたらした、そして今私たちが本当にイエス様を賛美できるのはその彼らのおかげだ、そして彼らが日本の明治以降の教会の土台になった、でその殉教者たちがを通してイエス様がやっぱり働いてくださる、でそのようにイエス様が働いてくださるからこそ、本当にこうやって多くの人がその殉教者の精神を称えて上がってくるということ。長崎のその年寄りがですね、村上では必ず土曜に集まるんです。信者がみんな集まって家を決めてですね、そこの家で公共料理をするんです。一応その話が済んだらいろんな雑談を交わしますね。そうするとみんなお年寄りはもうすぐこのいわゆるこの旅の話、いわゆるこのシェメ拷問を受けたね、この話をするんですよ。今になって考えますとね、私は村上の信者の無学問もね、学問もなければね、字も知らない百姓のね、みんなああいうおじいさんおばあさんたちがね、このシェメ拷問を受けに行ったことをね、淡々として一つもそれをね、辛いことのように話さないんですよね。別にシェメ拷問をしたお役人を悪口を言うじゃないし、全然そんなことはない。もう何か旅行の楽しい話をするようにね、話はしておりましたけど、朝確かにこれがね、本当に何て言いますか、そのやはり土台はやっぱり信仰があるんじゃなかろうか、信仰から発したね頭があるんじゃなかろうかと、そう思いました。